この動画は、任用試験の範囲にある重要語問をひたすら聞いて覚える動画です。試験は選択問題ですので、文字として書けなくても耳から文の流れを覚えてしまいましょう。電車内、寝る前、休日など、覚える時間が少ない方におすすめです。大白蓮華内にある語問で出題傾向の高いものを読み上げます。赤字は、 空乱になる可能性の高い御門です。受けるからには皆さん、合格を目指しましょう。それでは、スタートします。この御本尊、全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保って、南明法蓮華経と唱うる、教中の肉弾におわしますなり。初めて我が心、本来の仏なりと知るを、 すなわち、大歓喜と名付く。いわゆる、南明法蓮華経は、歓喜の中の大歓喜なり。上話、開く儀なり。大媒通りの個々の刀体を改めずして、無差の三人と会見す。何時、すべからく、一心の安堵を思わば、まず、 指標の性質を祈るべきものか。日蓮が慈悲広大ならば、南明法蓮華経は万年のほか未来までも流るべし、日本国の一切主生の盲目を開けるくどくあり、無権地獄の道を塞ぎぬ。日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか。 怒るは地獄、むさぼるはガキ、愚かは畜生、天国なるは修羅、喜ぶは天、平らかなるは人なり。仏法と申すは道理なり。日蓮、仏法を試みるに、道理と正門とには過ぎず、また、道理、正門よりも現象には過ぎず。 一円部台第一のご本尊を信じさせたまえ。愛構えて、愛構えて、信心強く壮らいて、産物の守護をこうむらせたもうべし。行楽の二道を励み候ろうべし。行楽耐えなば、仏法はあるべからず。我もいたし、人をも強け遭ら行楽は、信心より起こるべく候ろう。力あらば、 一文一句なりとも語らせたもうべし。かかるものの弟子、旦那とならん人々は、祝縁不可しと思って、日蓮と同じく法華経を広むべきなり。深く信心を起こして、日夜長母にまた怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき。ただ、難明法蓮華経と、 唱え立てつるを、これを磨くとは言うなり。行下すでに勤めぬれば、三照島、ま、奮然として競い起こる。ないし、従うべからず、恐るべからず。この曼荼ら、よくよく信ぜさせたもうべし。南明法蓮華経は、四宿のごとし。いかなる病。 さわりをなすべきや。法華経を信ずる人は、幸いを万里の外より集むべし。痛い動詞になれば、万事を常時。動体意志になれば、所持、叶うことなし。恩宮遣いを法華経とおぼしめせ。教主釈尊の 出世の本会は、人の振る舞いにて、将来けるぞ。僧も俗も、天も女も、一句をも、人に語らん人は、如来の使いと見えたり。ただ、心こそ、大切なれ。いかに、日蓮祈り申すとも、不審ならば、濡れたる北地に、火を、打ちかくるがごとくなるべし。 励みをなして、強情に心力を、致したもうべし。心人の血脈なくんば、法華経を保つとも、無役なり。日蓮が、弟子、旦那等、自他必死の心なく、水魚の思いをなして、痛体同心にして、難病法蓮華経と、唱え立てまつる。 しかず、かの、晩期を主戦よりは、この一経を金前には。このご本尊、全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保って、南明法蓮華経と唱うる、京中の肉団におわしますなり。初めて我が心、本来の仏なりと知るを、すなわち、 大歓喜と名付く。いわゆる、南明法蓮華経は、歓喜の中の大歓喜なり。城は、開く儀なり。大媒通りの個々の到体を改めずして、無差の三人と会見す。何時、すべからく、一心の安堵を思わば、まず、指標の性質を祈るべきものか。 日蓮が慈悲広大ならば、南明法蓮華経は万年のほか未来までも流るべし。日本国の一切主生の盲目を開けるくどくあり。無権地獄の道を塞ぎぬ。日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか。怒るは地獄、貪さぼるはガキ、愚かは畜生。 天国なるは修羅、喜ぶは天、平らかなるは忍なり、仏法と申すは道理なり、日蓮仏法を試みるに、道理と正門とには過ぎず、また道理・正門よりも現象には過ぎず。一円舞台第一のご本尊を信じさせたまえ。 愛構えて、愛構えて、信心強く壮らて、産物の守護をこうむらせたもうべし、行学の二道を励み候ろうべし、行学耐えなば、仏法はあるべからず、我もいたし、人をも強け遭らえ、行学は信心より起こるべく遭ろう。力あらば、一問一句なりとも語らせたもうべし。 かかるもの、の、弟子、旦那とならん人々は、祝縁不可思と思って、日蓮と同じく、法華経を広むべきなり。深く信心を起こして、日夜長母にまた、怠らず磨くべし、いかようにしてか磨くべき。ただ、難病法蓮華経と、唱え立てまつるを、これを磨くとは言うなり。 行下すでに勤めぬれば、三照島ま、奮然として、競い起こる。ないし、従うべからず、恐るべからず。この曼荼ら、よくよく、信じさせたもうべし。南明法蓮華経は、四宿のごとし。いかなる病、騒りをなすべきや。法華経を信ずる人は、幸いを、 万里の外より集むべし。遺体同士になれば万事を常時。動体意心になれば所持叶うことなし。恩宮遣いを法華経とおぼしめせ。教主釈尊の出世の本会は、人の振る舞いにて将来けるぞ。 僧も俗も、天も女も、一句をも人に語らん人は、如来の使いと見えたり。ただ、心こそ大切なれ。いかに日蓮祈り申すとも、不審ならば濡れたる北地に火を打ちかくるがごとくなるべし。励みをなして、強情に心力を致したもうべし。 心人の血脈なくんば、法華経を保つとも、無役ない。日蓮が、弟子、旦那等、自他必死の心なく、水魚の思いをなして、痛体同心にして、難病法蓮華経と、唱え立てまつる。しかず、かの、万器を主戦よりは、この一教を、金前には、 このご本尊、全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保って、南明法蓮華経と唱うる、教中の肉団におわしますなり。初めて我が心、本来の仏なりと知るを、すなわち大歓喜と名付く、いわゆる南明法蓮華経は、歓喜の中の大歓喜なり、 情は、開く儀なり。大媒通りの、個々の灯体を改めずして、無差の三人と会見す。何時、すべからく、一心の安堵を思わば、まず、指標の性質を祈るべきものか。日蓮が慈悲広大ならば、何名法蓮華経は、万年のほか未来までも流るべし。 日本国の一切衆生の盲目を開けるくどくあり、無限地獄の道を塞ぎぬ。日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか。怒るは地獄、貪さぼるはガキ、愚かは畜生、天国なるは修羅、喜ぶは天、平らかなるは忍なり。仏法と申すは、 道理なり。日蓮、仏法を試みるに、道理と昭文とには過ぎず。また、道理、昭文よりも、現象には過ぎず。一円部台第一の、ご本尊を、信じさせたまえ、愛構えて、愛構えて、信心強く壮来て、三物の守護をこうむらせたもうべし。 行学の二道を励み候べし。行学耐えなば、仏法はあるべからず。我もいたし、人をも強家騒来。行学は、信心より起こるべく候力あらば、一問一句なりとも、語らせたもうべし。かかる者の,の、弟子、旦那とならん人々は、祝縁不可思と思って、日蓮と同じく、 ポケ経を広むべきなり。深く信心を起こして、日夜長母にまた、怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき。ただ、難名法蓮華経と、唱え立てまつるを、これを磨くとは言うなり。行下すでに勤めぬれば、参照しま、奮然として、競い起こる。ないし、従うべからず。 恐るべからず。この曼荼ら、よくよく信じさせたもうべし。南明法蓮華経は、四宿のごとし。いかなる病、騒りをなすべきや。法華経を信ずる人は、幸いを万里の外より集むべし。痛い動詞になれば、万事を常時 同体意志になれば、所持、叶うことなし。恩宮遣いを、法華経とおぼしめせ。教主釈尊の出世の本会は、人の振る舞いにて、将来蹴るぞ。僧も俗も、天も女も、一句をも、人に語らん人は、如来の使いと見えたり。 ただ、心こそ、大切なれ。いかに、日蓮祈り申すとも、不審ならば、濡れたる北地に、火を、打ち隠るがごとくなるべし。励みをなして、強情に心力を、致したもうべし。心人の血脈なくんば、法華経を保つとも、無役なり日蓮が、弟子、旦那等、 自他必死の心なく、水魚の思いをなして、痛体同心にして、難病法蓮華経と唱え立てまつる。しかず、かの万器を主腺よりは、この一郷を近前には。このご本尊、全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保って、 南明法蓮華経と唱うる、胸中の肉団に、おわしますなり。初めて我が心、本来の仏なりと知るを、すなわち、大歓喜と名付く。いわゆる、南明法蓮華経は、歓喜の中の大歓喜なり。上話、開く儀なり。大倍通りの、個々の刀体を改めずして、 無差の三人と会見す。何時、すべからく、一心の安堵を思わば、まず、指標の性質を祈るべきものか。日蓮が慈悲広大ならば、何名法蓮華経は、万年のほか、未来までも流るべし。日本国の一切主生の盲目を開ける苦毒あり。無限地獄の道を塞ぎぬ。 日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか。怒るは地獄、貪さぼるはガキ、愚かは畜生、天国なるは修羅、喜ぶは天、平らかなるは忍なり。仏法と申すは道理なり。日蓮、仏法を試みるに、道理と正門とには過ぎず、また、 道理、正門よりも、減少には過ぎず。一縁部代第一の、ご本尊を、信じさせたまえ。愛構えて、愛構えて、信心強く壮らいて、産物の守護をこむらせたもうべし。行学の二道を励み壮ろうべし。行学絶えなば、仏法はあるべからず。我もいたし、人をも教家壮らえ。 行学は、新人より起こるべく候。力あらば、一文一句なりとも、語らせたもうべし。かかる者の,の、弟子、旦那とならん人々は、宿縁不可思と思って、日蓮と同じく、法華経を広むべきなり。深く信心を起こして、日夜長母にまた、怠らず磨くべし。 いかようにしてか磨くべき。ただ、難名法蓮華経と、唱え立てまつるを、これを磨くとは言うなり。行下すでに勤めぬれば、参照島ま、奮然として競い起こる。ないし、従うべからず、恐るべからず。この漫荼ら、よくよく信んぜさせたもうべし。 南妙法蓮華経は四宿のごとし、いかなる病、騒りをなすべきや。法華経を信ずる人は、幸いを万里の外より集むべし。異体動詞になれば、万事を常時、動体意心になれば、所持、叶うことなし。恩宮遣いを法華経と、 おぼしめせ。教主釈尊の出世の本会は、人の振る舞いにて将来けるぞ。僧も族も、天も女も、一句をも人に語らん人は、如来の使いと見えたり。ただ、心こそ大切なれ、いかに日蓮祈り申すとも、不信ならば、 濡れたる北地に火を打ち隠るがごとくなるべし。励みをなして、強情に心力をいたしたもうべし。信心の血脈なくんば、法華経を保ちとも無役なり。日蓮が、弟子、旦那等、自他必死の心なく、水魚の思いをなして、痛い同心にして、 南無法蓮華経と唱え立てまつる。しかず、かの晩期を主詮よりは、この一経を金前には。このご本尊、全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保って、南明法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなり。 初めて我が心、本来の仏なりと知るを、すなわち、大歓喜と名付く。いわゆる、南明法蓮華経は、歓喜の中の大歓喜なり。上は、開く儀なり。大媒通りの個々の頭体を改めずして、無差の三人と会見す。南時、すべからく。 一心の安堵を思わば、まず指標の性質を祈るべきものか。日蓮が慈悲広大ならば、南明法蓮華経は万年のほか未来までも流るべし、日本国の一切主生の盲目を開ける苦毒あり、無間地獄の道を塞ぎぬ。日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか。 怒るは地獄、むさぼるはガキ、愚かは畜生、天国なるは修羅、喜ぶは天、平らかなるは忍なり。仏法と申すは道理なり。日蓮、仏法を試みるに、道理と正門とには過ぎず、また道理、正門よりも現象には過ぎず。 一円部台第一のご本尊を信じさせたまえ。愛構えて、愛構えて、信心強く壮らいて、産物の守護をこうむらせたもうべし。行楽の二道を励み遭ろうべし。行楽耐えなば、仏法はあるべからず。我もいたし、人をも教家遭らえ。行楽は、信心より起こるべく遭ろう。力あらば、 一文一句なりとも語らせたもうべし。かかるものの弟子、旦那とならん人々は、祝縁不可しと思って、日蓮と同じく法華経を広むべきなり。深く信心を起こして、日夜長母にまた怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき。ただ、難明法蓮華経と、 唱え立てまつるを、これを磨くとは言うなり。行下すでに勤めぬれば、三照島、ま、奮然として、競い起こる。ないし、従うべからず、恐るべからず。この曼荼ら、よくよく、信じぜさせたもうべし。南明法蓮華経は、四宿のごとし。いかなる病。 さわりをなすべきや。法華経を信ずる人は、幸いを万里の外より集むべし。痛い動詞になれば、万事を常時。動体意志になれば、所持、叶うことなし。恩宮遣いを法華経とおぼしめせ。教主釈尊の 出世の本会は、人の振る舞いにて、将来けるぞ。僧も俗も、天も女も、一句をも、人に語らん人は、如来の使いと見えたり。ただ、心こそ大切なれ、いかに、日蓮祈り申すとも、不審ならば、濡れたる北地に、火を、打ちかくるがごとくなるべし。 励みをなして、強情に心力を、致したもうべし。心人の血脈なくんば、法華経を保ちとも、無役なり。日蓮が、弟子、旦那等、自他必死の心なく、水魚の思いをなして、痛体同心にして、南病法蓮華経と、唱え立てまつる。 しかず、かの、晩期を主戦よりは、この一郷を、金前には、